宇宙移民、宇宙移民、または宇宙植民とは、地球外に、高級的で自給自足可能な人類の居住地、コロニーを作成するため、またはテラフォーミングを行う目的で移住する、者たちを指す。SF 作品で多く取り上げられているテーマでもある。宇宙移民の候補としては月や火星、その他に、軌道上が考えられている。宇宙での都市建設では、資源、 エネルギー、輸送手段、通信手段、生命維持、放射線対策が必要となる。月や火星上にコロニーを建設する場合、現地の資源を利用することができる。しかし、月では炭素と窒素が不足している。また、軌道上のコロニーの場合、地球から資材を打ち上げると費用が高くつくため、大部分の資材は重力が小さく、大気もない月や地球近傍、小星、 水星のものを利用すべきである。月からは大量の酸素やシリコン、金属が取得できると考えられるが、水素、炭素、窒素は少量しか見込めない。ネオからは相当な量の金属、酸素、水素と炭素が取得できると予想される。窒素もいくらか含んでいると考えられるため、地球からの大量供給は必ずしも必要ではなくなる。軌道上では、太陽エネルギーは、 安定して大量に存在しており、今日では人工衛星の動力として一般的に使用されている。コロニーに大量の電力を供給するため、太陽エネルギーを変換するための大規模な施設が必要となる。エネルギーはコロニーからの輸出品となるかもしれず、その場合宇宙太陽光発電で発電した電力はマイクロ波により地球に送られることになる。 輸送手段により、宇宙での作業には、限界が設けられる。2010年現在の打ち上げ費用はとても高価で、低軌道で 1kg あたり5000ドルから3万ドルに、達する。宇宙への植民では、数千から数万回、またはそれ以上の大量の打ち上げ回数が要求される、ことから、大気圏への重大な打撃を避けるためにも、より良い打ち上げ手段が必要とされる。 一つの可能性としては NASA や他の機関が開発中のエアブリージングエンジンを利用した宇宙船が挙げられる。また、軌道上のコロニー建設では数百万トンもの資材を月や小惑星から運ぶ必要がある。一つの可能性として考えられているのが月にマスドライバーを建設し、そこから資材の大部分を建設現場に送ることである。他にも、 軌道エレベーター等が検討されており、実現すれば打ち上げ費用の問題は解消されると考えられる。他の条件と比較すると、軌道上や月との通信は簡単な課題となる。すでに地球上の多くの通信が人工衛星を経由して行われている。火星との通信の場合、光の速さでも重大な遅延が発生するため、音声による通話は非現実的である。 人間が生きていくためには空気、水、食料、それに適当な温度が必要である。地球では巨大で複雑な生物圏がこれを提供している。コロニーでは比較的小さく閉鎖された系の中ですべての養分を壊さずにリサイクルしなければならない。アリゾナ州のバイオスフィアニプロジェクトは複雑で小さく閉鎖された人工の生態系が 8人の人々をわずかな年数だが支えられることを示したが、多くの問題も露呈した。2年の実験の中で酸素を補充することになったことが、閉鎖された大気を実現するということの意味を強く示唆している。生物と居住地、地球外環境の関係は以下の通りである。蒸気を組み合わせることも可能である。宇宙空間では、宇宙船などによる、 自然被曝量が大きく、太陽フレアが発生すると短時間で地死水準に達する。生命を維持するためには、ほとんどの放射線を吸収できるぐらいにコロニーを、う必要があり、大体表面積1平方メートルあたり5から10トンの物質で覆うことが要求される。これは、酸素や金属、その他資源を処理した後に残った月や小惑星の土で達成することができる。 自己複製は必須項目ではないが、コロニーの遥かに急速な増加と地球への依存とコストを取り払うことから多くの人はそれが究極的な目標だと考えている。そのようなコロニーの建設こそが地球の最初の自己複製だという考えもある。そこまでの中間的な目標として地球からは情報、科学、工学、娯楽などのみを期待するコロニーや 定期的に必要な軽い物品、IC や医療品、遺伝子資源、それにいくらかの道具類の供給を受けるコロニーが考えられている。2002年、人類学者のは150から180人の人口があれば、60から80世代に相当する2000年間、普通に生殖が可能であるという見積もりを示した。二人の女性という非常に小さな初期人口でも、 地球から人肺が入手可能ならば長く存続すると考えられる。また地球からの静止バンクを利用することができれば、近親交配も問題となら、より小規模な初期基地を容認することができる。保全生物学の研究者は、フランクリンと数連の50、500の経験則を採用する傾向がある。この法則では、 短期的に近親交配を防ぐための人口規模として50個体が必要とされ、長期的に全体の遺伝的多様性を保つためには、N として500個体が必要だと言われている。フォーミュラ1は、1世代ごとに1%の割合の近親交配、家畜畜産化の有許用する最大値のお,およそ半に相当から規定している。フォーミュラ2は、 突然変異により遺伝子変化が得られる割合と遺伝的不動により失われる割合の均衡を取る値としている。実行人口規模 N は人口における男性の人数 N と女性の人数 N から次の公式により決定される。植民先は宇宙移民を主張する人々の間で頻繁に論点となる。植民候補としてはが上がる。 頻繁に話題に上る場所を大雑把な人気順に並べると以下のようになる。火星は頻繁に話題に上がる場所である。その全表面積は地球の陸地の面積ほどもあり、大量の水の蓄えがあるかもしれず、また炭素を大気中に二酸化炭素として保持している。さらに、これはまだ意見が分かれるところだが、地球と同様の地質学的、水文学的な過程を経て、 貴重な鉱物、鉱石も含んでいるかもしれない。施設で火星の地面と大気から資源、水、空気、その他を生命という本来の場所に採取することができる。火星にはその歴史上いくつかの時点で生命が存在した可能性があるというとも、火星の植民に強い科学的関心が寄せられる理由となっている。しかしながら、その大気は非常に薄く、 平均で800パスカルで地球の海面気圧の0.8%気候はとても寒冷である。その重力も地球のおよそ3分の1しかない。しばしば惑星全体をテラフォーミングするか人が住むために一部のみをするかが議論の題材となっている。当然のことながらその近さと親しさから地球の月も植民の候補としてしばしば議論されている。 月には地球への近さや低重力、つまり商品やサービスのやり取りが簡単にできるという利点がある。月の主な欠点は生命に必要な水素と炭素が揮発しやすくあまり豊富でないことである。いくつかの極地のクレーターに存在すると考えられている水や氷の堆積物がこれらの元素の重要な供給源として伺われている。他の解決策としては 地球から水素を運び、月の岩石から取り出した酸素と反応させる方法がある。例えば補給線の構造物を水素の豊富なプラスティックで作るということもできる。ただどちらの場合にしろ、月のコロニーでは水を念入りにリサイクルすることになるだろう。他の場所と比較して、軌道は大量の利点と一つの重要な、しかし解決可能な問題を持っている。 地球周辺の軌道には数時間で到達できるが、月には数日が火星への旅行には何ヶ月もの時間がかかる。地球高軌道では太陽エネルギーは十分絶え間なく利用できるが、すべての惑星では少なくとも半分の太陽光は失われる。無重力化で巨大なコロニーを建設するのは重力化の環境の場合と比べてはるかに簡単である。宇宙飛行士は手で 数トンの人工衛星を動かせることを示してみせた。0G でのレクリエーションは、軌道上のコロニーでは可能だが、月や火星の上では行えない。最後に、疑似重力だが、どんな水準のものであれ、軌道上のコロニーを回転させることで、制御できる。したがって、主な居住区を 1G に保つことができる。だが、月は1、6G で、火星は1、3G である。 一時はごく初期のコロニーでは特に重要で、これにより子供の強い骨と筋肉の成長が確実のものとなる。軌道のコロニーの主な欠点は資源がないことである。このため、かつ十分な金属、シリコンに酸素を持っているか、地球金棒小惑星、窒素を除き必要な資源をすべて持っているから輸入なければならない。小惑星の中でも 地球近傍小惑星は、例えば10年ごとに地球の月より近くを通過するなどの利点を持っている。この接近までの間に、この小惑星は太陽から3億5千万キロメートル、演実点、地球から5億キロメートルのはるか遠くまで旅をするかもしれない。不利なこととしては、重力がかなり小さいこと、また小さな小惑星の表面や内部では10人以上の 人口で将来の自給自足が遠くなるかもしれないことがある。無人の補給線が冷たい真空の5億キロメートルの航海をこなすことでさえ少々の科学技術の進歩で実用となるだろう。移住者はその小惑星が地球やその他の重要な物体に当たらないと保証される上でそれらに強い関心を持っているものだろう。月の植民で使用したいくつかの技術と 手法、設備を用いることで、水性の植民は可能であるという提案がなされている。金星の表面は極めて厚く、また、地球の海水面と比べた時に90倍に達する気圧も特徴となる、それが植民場所として他の案を提供することになる。高度5 0トルほどでは、大気もかなり薄く、圧力も低くなり、 温度も40セ氏シ100度の範囲だろうと考えられる。このあたりの大気はおそらく、いくらかの硫酸を含む濃い雲の領域だろう。この環境でさえも、植民の利益となる、水を抽出するための供給源とすることが可能だと、提示されている。したがって、金星で、最も実現しそうなコロニーは、地表から50キロメートル上空の雲の中に住む、フローティング式となるだろう。は 木星の衛星の一つ、エウロパの植民計画をデザインしている。科学者はイグルーに住み、エウロパの氷の外角をドリルで掘り進み、地下の対応を調査する。それは人間の居住にエアポケットをも使用できるのかどうかを確かめるためでもある。三つの最も遠い巨大ガス惑星でさえ、大気中にフローティングシティを作ることで植民可能かもしれない。フローティングシティは、 大量の熱した水素気球で大体地球重力となるあたりにそれを吊るすことで実現することになる。木星はその高重力、脱出速度、放射線のため居住に適当な場所はより少ないだろう。そのようなコロニーは各融合炉の燃料として使われるだろう。ヘリウム3を輸出することができる。SF 作品においては人類が太陽系を飛び出し、 はるか遠い太陽系外惑星に移住する姿が描かれることがある。しかし、これらの惑星は近いものでも数十光年という距離にあり、今の人類の科学力では到達するまでに途方もない時間がかかることから、現実的な目的地としては考えられていない。スペースコロニー、宇宙居住船や軌道コロニーとも呼ばれるは簡単な中継施設や他の特別な施設とは異なり、 高級的な居住地を意図した宇宙ステーションである。それらは宇宙での文字通り都市となり、人々はそこに住み、生活し、家族を持つだろう。スペースコロニーはまだ建設されていないが、SF 作家と技術者から、両者で実現性に差はあるものの、多数の設計案が出されている。スペースコロニーは、世代宇宙船が数百から数千の人々の家となり、 正常に機能するかどうかの実験場としての意味でも役に立つ。このようなスペースコロニーは一世紀にわたりそれ以外の人類から孤立させることができるので、たとえ地球の近くで外から助けがあったとしても役立つだろう。この閉鎖世界の実験で数千人の人々がその中で一世紀にわたり生存できれば、それは到達への幾分の助けとなる。植民戦は推進能力と 独立したパワージェネレーターを除けば、スペースコロニーと同じようなものだと言える。ハード SF も含めて提案されたコンセプトとしては、2006年現在、太陽以外の恒星の周囲を回る地球型惑星は、まだ確認されていない。しかし、地球から11.9光年離れたクジラ座、タウ星など、いくつかの恒星系には豊富な水星や小惑星が、 存在すことが判明している小惑星体太陽系外の小惑星体を参照。これらの資源は人類が移住するためのスペースコロニー建設に使用できると考えられている。地上で類人のコロニーを作る最も有名な試みはバイオスフィアにで、これは地球の生物圏をそのまま複製しようと試みられた。また多くの宇宙機関が発展した。 生命維持システムのテストベッドを建設しているが、これらは長期間の有人宇宙飛行のために設計されたもので植民用ではない。アムンゼンスコット基地やデボン島の火星北極調査基地、ホートン火星プロジェクトなどの厳しい気候の遠く離れた研究所では宇宙に前線基地を作ったり運用したすることの実験を行うことができる。同様の理由でユタ州にも 火星砂漠研究基地の居住区があり、の計画もある。最近では、アタカマ砂漠なども、月や火星の模擬として、実験に使用される。局地の方が、ユタ州などに比べて寒冷ではあるが、デボン島の実験は温暖な夏季に行われ、雪解け水の影響で、火星の模擬としての条件が低下するなど、実験用の環境としては、極地にも、乾燥地にも、 それぞれ一長一短がある。MDRS で2004年2月14日から2月28日に行われた滞在実験には初の日本人クルーとして読売新聞社の笹沢京一記者も参加した。2001年宇宙関連ニュースのウェブサイトスペース .com がフリーマンダイソン、J リーチャードゴッド、シドゴールドスティーンらに 人類が宇宙に住むためにはどんな理由が必ずかと尋ねた。彼らの答えは以下のようなものであった。ルイス・ジェハレ、アメリカ国務省は、ホーリン・アフェアーズ、1980年がつないで宇宙移民により全面核戦争、核の冬から人類を守ることができると記している。科学者のは惑星レベルの大災害が、 地球上の人類の生存を脅かしたときに、自給自足可能なコロニーなら、地球に逆植民し、人類文明を蘇らせることができるだろうと、主張している。作家で、ジャーナリストのウィリアム・ E ・バローズと、生科学者のロバート・シャピロは、民間のプロジェクト、として、地球外に、人類文明のバックアップを設立することを、目標とした経営、を提案している。 この辺りは英語の慣用句にある全部の卵を一つのカゴに入れる名の人類の生存戦略版と言えるだろう。また、その他の重要な理由としては人類の知識と科学技術の向上が挙げられている。宇宙移民には費用がかかりすぎる、また時間の浪費であるとして多数の反対意見も上がっている。彼らは宇宙には私たちが本当に必要とするものは何もない。 加えて、太陽系外に向かうのは妥当なタイムスケールの範囲では極めて非現実的だと主張している。地球の上で私たちと一緒に暮らそうという実用本位の議論には強力なものがある。彼らはもし宇宙探査の費用の半分でもこの世界を良くするために費やすことができれば大勢の人たちがより素晴らしい利益を得ることができるだろう。少なくとも 短期的にはと主張している。また、反対派の主張の中には、宇宙移民は、歴史上の植民の残りで、少なくとも、その発想からは、創立者のロマンチックな考えと地球上の、征服活動からもたらされた欲望が消えていなという、もの。さらに、宇宙探査は、有権者の心を勝ち取るが、それ以外はさっぱりだというもの。宇宙移民の目的は征服活動のための、 愛国心に火を注ぐことで、従って地球が一つになるのを助けるより、国家の悪い面を補強してしまうとさえ言うことができる、というものまである。宇宙移民によって建設された植民地の領有権などがどうなるのかも問題となっている。人類の異なる未来の姿として、多くの SF 作家は代わりにインナースペースの領域、人間の精神と意識を、 コンピュータの助けで探検することに焦点を当てている。この傾向の一つの例は、映画、マトリックスで、すべての出来事は、地球の表面下と、コンピュータが生成したサイバースペースの中で行われる。だが、トランスヒューマニストの思想に例示されるように、宇宙移民のためにも、このような方式に、排他的である必要はない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。